かな、3日間で5万6千人の友達獲得みたいなですね、実績もあります。ブロック率がたった4%でしたっていうと。で、もう一つ強いのは、このサービスメッセージズ画面、トークルームっていうのは、公式アカウントがブロックされていても届くんですね。では、ホームタブにもともとあったのに加えて、iPhone のシリーズなんですね。こちらの方のレコメンドにも出るようになったっていうところですね。はい。動線が強力になりました。そんな我々なんですが、LINE API 総復習シリーズということで、あと LINE ミニアプリのですね、こちらの方をお話しさせていただきます。で、まず、自己紹介ですけど、香川と言います。で、活動としては LINE API エキスパートですね。やらせ、あの、認定いただいて、活動させていただいております。で、所属の方はですね、去年から変わりまして、ブレイブテクノロジーというところで活動しています。で、実はこの LINE デベロッパーコミュニティの活動でですね、こちらの方できっかけで、LINE の立花さんの方から、ブレイブテクノロジーの方に、紹介いただいて、現職になったという感じですね。で、会社の方では、いろんな、LINE のミニアプリを開発していて、先ほど藤原さんのパートでもありましたけど、とか呼ぼうかっていうところですね。そちらの方の、開発をやっています。藤原さん取り上げていただいてありがとうございます。はい。で、趣味の方は、ちょっと最近あんまできてないんですけど、コロナもあってですね、あんまできてないんですけど、ハッカソンとか開発コンテストへの参加みたいなのもやってます。あとは、ちょっと前に e バイクですね、1年前ぐらいに買いまして、この下にあったあれですね、ゆるゆる、近所を走ったりしてます。時々、阿波市とか美唄市っていう、100キロ超えの長距離とかもですね、走ったりしてます。で、そんなおじさんでございます。はい。じゃあ、SNS の、ね、こちらの方にありますので、もしよければフォローとかしてください。はい。でですね、ちょっと今日は技術的なところはあんまりないんですけども、当社の、とかヨボカのですね、技術事例ということで、LINE さんの、API ユースケースサイトの方にですね、掲載していただいていますので、こちらの QR とか、下の URL とか、たどっていただいてですね、見ていただければと思います。はい。こんな構成で作ってますよっていうのが、見ていただければいいかなと思ってます。はい。じゃあですね、前置き長くなったんですけど、今日話すことということで、LINE ミニアプリっていうキーワードですね、いろいろある、これまで出てきましたけど、ないんやねんって話ですね。それをですね、ビジネス視点、利用者の視点っていうところと、開発者から見た時のものをちょっと、簡単に説明してみようかなと思います。で、先ほど藤原さんと兵頭さんの方からあった、リフアプリですね。こちらの方との違いみたいなところも少し触れてみたいと思います。で、あと先月にやりました、LINE ビズデイ2022ですね。こちらの方で新しい情報が出てたので、それの紹介という感じの3本立てでいきたいと思います。はい。というわけで、LINE ミニアプリとはというところで、ビジネス、利用者視点で見たときですね。LINE ミニアプリって、いろいろと、ようやく認知がですね、進んできたというところかなと思いますが、どんなことができるんだろうというところですね。というところをちょっと簡単に紹介したいと思います。で、こちら公式のページから取ってきたんですけど、先ほど、兵頭さんのパートでも説明ありましたけども、LINE アプリの中にですね、企業やお店のサービス、予約とかテーブルオーダーとかモバイルオーダーとか会員証とかですね、こんなサービスを簡単に提供できる仕組みですよっていうところ。で、藤原さんのパートではありましたけども、パッケージになっているミニアプリですね。こちらを簡単に導入できますよというところですね。で、あと、こちらもありましたけども、LINE 公式アカウントと連携することで、友達が簡単に増やしやすいという特徴がありますよということが書いてありました。はい。で、ちょっと、こんなLINE ミニア CM プリ。が出てたので、これをご覧くだわあ、さい。何ですか、これ。お店のアプリダウンロードしてもらえなくてさ。でもこれで、みんな使ってくれるでしダょう。ウンロードしてもらわなくても LINE でできます知ってよ。ますけど。
成長するじゃない。接客を LINE でサクッとデジタル化、会員証、オーダー、順番待ち、何でも LINE で。ちょっと嘘ついてます。なんでそうなん、なんでそうなん、いや知ってるよ。接客をデジタル化、 LINE ミニアプリ。はい、ということでですね、 LINE ミニアプリの公式の CM も出てですね、 LINE さんの本気度が分かるなと、これから LINE ミニアプリをどんどん広げていきたいんだなっていうのがよく分かる CM ですね。はい、いくつかバージョンがあるみたいなので、YouTube で見れるので、そちらの方また見てくださいと。はい、でじゃあ LINE ミニアプリのどんなのがあるんだっけっていうのをですね、藤原さんのパートでしたかね、ご紹介ありましたけども、いくつかピックアップしてお話したいと思ってます。でみんな大好きクラスメソッドさんが出している、モバイルオーダーですね、の仕組みで、もう簡単に、モバイルオーダーの仕組みが、まあ、LINE ミニアプリで提供できますよということで、まあ、5秒で会員登録して20秒で注文完了ってすごいですよね。うん。なんか最近テーブルオーダーとかも対応したっていう話は聞きましたね。はい。まあ、こんなのとか、あとは、エドワードっていうこの会員証のアプリですね。ちょっと会社名長いんですけど、北海道の、はい、デジタル&コンサルティング株式会社さんの方が出されてるっていうことで、結構ちょっと最近注目して見てる。はい。ミニアプリですね。はい、こちらの方もいろいろ独自のポイントとかですね、ポストデジとの連携みたいなのもあるというところで、素晴らしい仕組みかなと思ってます。で、あと当社のもので申し訳ないんですが、順番待ちのシステムですね。こちらもQR で5秒で順番待ちができるということで、まあ、簡単にですね、お手軽に使っていただけるミニアプリとなってます。はい。で、じゃあ、まあ、こういうのが作れるんだねっていうのは、まあ、これまでのパートとかでよく分かったと思うんですけど、じゃあ、LINE ミニアプリって開発者視点で見たときどうなんだな、どうなのかなというところをお話したいと思います。で、藤原さんのパートにもありましたけど、公式ドキュメントにですね、LINE ミニアプリとはこういうものですっていうのが書かれていたので、引用させていただきました。で、これまで、説明のあったリフですね、LINE フロントエンドフレームワークの上で実行される Web アプリのことですよということですね。で、Web アプリなので HTML5 のほとんどの仕様ができ、使えますよという話ですね。であとは、ちょっと利用者視点にもありましたけども、ミニアプリ使えばユーザーはアプリをインストールしなくても、まあ、サービスを利用できますよということですね。まあ、LINE アプリの上で動きますよという、まあ、LINE ログインを使った仕組み。で動きますよってことですね。まあ、なんでウェブアプリですというふうに思っていただければいいのかなと思います。じゃあ一方で先ほどから説明があったリフアプリっていうのはどういうふうに定義されているんだろうと、こちらも公式ドキュメントから引用してみたら、まあ、リフというアプリのプラットフォームですね、を使ってます。で、このプラットフォームで動くウェブアプリがリフアプリですというふうに書かれていて、まあ、基本的に同じ案で。いう話ですね。じゃあ具体的に何が違うのっていうのはもう実はその前のパートとかでお話しいただいてたんですけど、簡単に言うと、LINE ミニアプリっていうのはリフアプリに LINE ミニアプリ独自の機能ですねをプラスアルファで持ってるよっていうふうに覚えていただければなと思います。はい、じゃあリフアプリでできることっていうのをちょっと振り返りながらですね、説明したいと思います。私が独断と偏見で、分類したリフ API の一部ですね。はい。私は勝手に分類してるので、LINE さん公式の分類ではないです。はい。実行環境に関することっていうことで、GetOS とか GetLanguage とかっていうので、まあ、その動作環境ですね。っていうのが分かりますよっていうのと、みんな大好きログインですね。認証と、あとは認可で Get プロファイルとか Get アクセスとか。っていうのがあった。はい。であとは最近増えたリフプラグインですね。はい。リフモックとか、インスペクターでしたっけ。こちらの方を使うときに使うやつ。で、あとメッセージですね。タイムラインにメッセージがリフから送れますよっていう話があったと思うんですけど、これはセンドメッセージズっていう API を使っている。あとは友達関係ですね。ゲットフレンドシップとか、シェアターゲットピック。まあ、シェアできる。友達とシェアできる。あとは動作しているウィンドウ自体を操作するものとか、まあ、ウィンドウの状態ですね、コンテキストと、あとは
オープンクローズみたいなのができる。でその他の機能としては、QR コードをスキャンできる機能ですね。スキャンコード V2 と、あとは Android のみなんですけども、BLE の機能を使えるというような感じのものがあります。で、これが、大体 Leaf でアプリでできることですね。で、これらを駆使して、ビンゴとか、文字起こしバリグッドク、ちょっと正確な名前覚えられてないですけども、こちらも、はい、構築されているということですね。はい。じゃあ、リファアプリとの違いっていうことは何でしょうということで、先ほどのプラスアルファ部分っていうのを紐解いていこうかなと思います。で、リファアプリとの違いで、嬉しいことと、逆にハードルになることっていうことなんですけど、嬉しいことは、ちょっと機能的なものっていうよりは、LINE アプリとの親和性みたいなことなんですけど、LINE アプリのホームタブから動線が作れるっていうところですね。あとは、先ほどから言ってるように、友達追加をしてもらいやすいっていう話。で、あとは、兵頭さんのパートとかにもありましたけども、無料で送信できるサービスメッセージが使えるですね。で、逆に言うと、ハードルがあることもありまして、サービスメッセージには制限があります。広告要素のものを送れないっていうことも含めて制限があります。であと、ちょっと藤原さんのパートであったんですけど、リリース審査自体はあります。ちょっとここが、ハードルになるところかなと思います。はい。じゃあ、もうちょっとですね、機能レベルで何が違うのかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、ビルトイン機能っていうのとカスタム機能っていうのが分類されます。で、じゃあ、ビルトイン機能は何ですかっていう話なんですけど、これ、当社のマトカの、画面ですね、ミニアプリの画面なんですけど、これ、ヘッダーのところに、アプリヘッダーって言ったらいいかな、この、上向きのシェアボタンみたいなのがあるんですけど、こっちで開くと、ビルトイン機能が使えるっていう形になってます。はい。で、一つはシェアですね。現在開いているページをメッセージでシェアできるってやつ。これは単純な話ですね。この辺は、LINE さんが用意してくれていて、開発者の方は特に気にしなくても使える。で、逆にカスタマイズもできないので、ビルトイン機能という定義なのかなと思います。あとは、ホームタブに追加とか削除ですね。でこれは LINE アプリの、ホーム画面ですね。ホームタブの中に、結構目立つところですね。ミニアプリのショートカットを置くことができるということなんで、ミニアプリからの動線、LINE アプリからの動線ですね。というのを強化できるというものになります。で、カスタム機能っていうところは、ボットリンクですね。これがやっぱり友達追加という強力な機能になってまして、これ、LINE ミニアプリ初回利用時に出てくる権限、認証の画面なんですけども、その時にですね、友達追加っていうのボタンがありまして、ここがデフォルトでオンになっているのが強いですね。なので、さらっと確認して許可するってやっていただくと、もうこの時点で、ミニアプリとリンクしている公式アカウントと、友達関係になれるという感じですね。リフの場合はもうワンクッションあるので、そこで友達追加っていうボタンを押していただかないといけないんですけど、これがミニアプリの強いところですよね。はい。で、当社での事例なんですけど、以前ですね、スリーコインズさんと、イベントのミニアプリを使わせていただいたときは、3日間で5万6千人の友達獲得みたいなですね、実績もあります。ブロック率が、たった 4% でしたっていうところですね。こんな感じで短期間で集中して、イベントで周知して使っていただいて、友達を大量に獲得いただくっていうこともできるというものになっています。はい。で、あとは、リフアプリとの違いで、サービスメッセージですね。でこちらの方が、右側のようなサービスメッセージズっていうトーク画面ですね。こちらの方に出てくる。OS の通知エリアみたいな位置づけですね。こちらの方にいろんなミニアプリのサービスメッセージが届くという感じですね。なので、ブラウンコーヒーとか ABC コネクトイベント、コンサートイベントかっていうこの複数のミニアプリのメッセージが同じタイムラインに表示されるという感じですね。で、これはサービスメッセージ自体はユーザーアクションに対する確認とか応答ですね。こういったものを通知できるという位置づけになっていて、プッシュメッセージみたいに送れるんですけど、これは無料で
送信できるということですね。まあ、ただし一つのアクションに対する通数制限というのがありますよという話です。でもう一つ強いのは、このサービスメッセージズ画面、トークルームっていうのは、公式アカウントがブロックされていても届くんですね。なので、プッシュメッセージとかは、公式アカウントがブロックされちゃうともう届かないですけども、サービスメッセージの方は、必ず届くという仕様になっています。はい。ここが結構違うところかなと。はい。じゃあ、ユーザーアクションに対応したメッセージってどういうことなのっていう話で、ちょっと分解して話すと、ユーザーアクションとして、ユーザー登録とかですね、利用者登録、なんでもいいんですけど、そういったものをされたら、登録完了って送りたいですよね。で、そういった場合は、そういうテンプレートが用意されていて、登録が完了しました、みたいな。まあ、会員番号とか、登録日時とかですね、なのを埋めて、この中に必要なものだけですね、埋めて送るっていうことができるという仕組みになっています。はい。で、他の例でいくと、予約の申し込みってなると、予約の受付完了ですね。まあ、ご予約賜りましたっていうようなメッセージとか、あとは、予約に、まあ、コンサートとかですね、そういったもので期限、開催日みたいなのがあるときは、予約のリマインドっていうことで、予約の N 日前になりましたみたいなのが設定できるという感じ。はい、こういうのをですね、ユーザーアクションに対して応答とか確認のメッセージという位置づけで送ることができるのがサービスメッセージです。で、もう一つ順番待ちっていう例では、まあ、順番待ってたら順番近づいたっていうのを教えてほしいんですよね。なので、まあ、お呼び出しの順番近づきましたっていう話とか、あとはまあその時にお店にいなくてですね、呼んだけど、不在でしたねっていう時は、まあ、スタッフにお声掛けくださいみたいなメッセージを添えて、送ることもできるという形ですね。これも順番を待った方に対して、こういう通知とか確認を送りたいという時に使えるものですね。はい。なので、広告要素とかはなくてですね、結構テンプレートっていうのはもうがっちり作られていて、あまり自由になるところはないんですね。会員番号とか、その内容とかですね、こういったところは独自のものを入れれるんですけども、結構がっちり作られているので、あんまり自由度がないというところですね。ただ、ちゃんとユーザーに届けたいメッセージっていうのを、まあ、無料で送ることができる。これはありがたい仕組みだと思っています。はい。で、いろんなテンプレートがありまして、まあ、予約関係とかですね、オーダーとか、まあ、いろいろあるので、まあ、このサービスメッセージカタログサイトっていうのがありますので、こちら見て、こんなサービスに使え、自分の考えているサービスに使えそうなのあるかなみたいなのを見ていただくのもいいかなと思います。はい。で、あとはまあ制限ありますよということで、まあ、送信回数に制限がありますということなんですけど、まあ、先ほどあったまあ予約という一つの操作、まあ、ユーザーアクションですね。これに対して予約完了とかリマインドみたいなのを送ることができるんですけども、まあ、これは最大5回までっていう制限になっています。ユーザーアクションを来たときに、まあ、予約されたときに、サービス通知トークンというのを取って、まあ、それを送信する。それを元に送信するんですけども、まあ、トークンの利用回数が最大5回っていうのと、あとは有効期限が1年っていう制約があります。まあ、ただ1年あるんでね、よっぽど長い、通知じゃない限りは、利用いただけるんじゃないかなと思います。で、5回以上送信すると、まあ、API 来になって、まあ、送信できませんよ、ということですね。まあ、トークンの利用回数がオーバーしました、みたいなエラーが入ってくる形になっています。はい。まあ、そんな形ですね。で、プッシュメッセージと、まあ、どんな、サービスメッセージですね、を比較したものっていうことなんですけど、プッシュメッセージはミニアプリ以外でも使えて、リフでもボットでも使えますよっていう話ですね。はい。で、任意のメッセージ内容。まあ、フレックスメッセージとかでリッチに作ることもできます。ですね。まあ、ただ、送信通数っていうのは、まあ、コストかかりますよっていうこと。あとは、LINE 公式アカウントがブロックされちゃうと届かないっていうデメリットがあります。で、逆にサービスメッセージですね。こちらは無料で送信できるっていうのと、あと、ブロックできない。まあ、サービスメッセージズっていう特別なトーク画面に行くので、こちらは確実に届きます。ただ、デメリットとしては、ミニアプリの審査を通過しないと使えないとか、さっきもあったテンプレに沿わないといけない。まあ、広告的なものは絶対 NG ですね。
で、あとはまあ送信できる利用シーンというのはまあ限られている。まあ、ちょっとテンプレートにも紐づきますけど、まあそういった感じですね。あとは先ほどあった、まあ1回のユーザーアクションに対するまあ送信制限がありますというところですね。はい。はい。で、別のリフアプリとの違いということで、リリース審査があるということですね。けど、藤原さん言われたのが、事前審査っていうのがなくなったっていうお知らせでした。ですが、まだリリースの時の審査は残ってます。で、審査項目としては何があるかっていうと、まあ、LINE さんが定めているあの UI のガイドラインとか、まあ、サービス自体のガイドラインとかっていうのに準拠してるかっていうのが見られたり、あとはサービスメッセージが適切な利用されてるかってことですね。これ結構厳しく見られてるんじゃないかなと思います。ユーザーアクションと対応してないメッセージを送ろうとしたら、予約したのになんか順番待ちのメッセージを送ったとか、そんなのは多分違う使い方なので、これはリジェクトされるんだろうなと思います。はい。あとはですね、あの LINE ミニアプリから外部サービスへの遷移というか誘導っていうのは禁止されています。例外はあって、あの決済ですね。先ほど兵頭さんのパートであったストライプの方にあの決済に行くっていうのは、これは許可されています。まあ、ただ、決済後にミニアプリに戻ってきてねっていう制約はあるということですね。はい。こんなことが下のところに書いてますので、まあ、もろもろご確認いただければなと思います。はい。で、リリース審査があるっていうのに、まあ、結構紐づくんですけど、本番環境とかを含めて、まあ、審査用環境を含めて 3つの環境を作らないといけないっていう形になっています。はい。で、ミニアプリチャンネルですね。あのメッセージング API チャンネルを作ると同じようにですね、作るとですね、3つのチャンネルが、内部チャンネルというのが作られますと。まあ、それぞれ別のチャンネルとして動くみたいな、形になってるんですけど、まあ、チャンネル ID とかリフ ID は違うというところなんですけど、まあ、用途が違って、まあ、開発用、審査用、本番用というんですけど、その名の通りですね。開発用は開発とかテストですね。まあ、開発会社の方とか関係者が見ることができるということになっています。ただ、クローズドな環境なので、まあ、チャンネル作成者とか権限を持っている人が招待して、まあ、テスター権限とかを割り振って、その人だけ見れるような状態になるという形ですね。なので、内部のクローズド確認みたいなところはこれでやるという感じ。で、審査用のチャンネルがあって、これは、LINE さんの方でミニアプリ審査、リリース審査するときに使われる。なので、基本的に、開発の方は、まあ、使わないっていう形になってます。で、審査が終わると本番用の方が、チャンネルが有効になるので、まあ、これはユーザーに公開されて、皆さんに使っていただけるというような形ですね。こういう3つのチャンネルがあるというところを覚えていただければなと思います。まあ、詳しくはこの下のところに公式ドキュメントに書いてます。そちらを参照してください。はい。で、今まで LINE ミニアプリとは何ぞやっていうところを話してきたんですけど、先月ですね、行われました LINE ビズデイ2022の方でいくつか新情報が出てましたので、そちらの紹介をしたいと思います。はい。5月18日に開催されましたね。オンライン、まあ、あの一部オフラインで開催されていましたが、まあ、利便性の向上というところと、あと事前審査の撤廃と、あとは LINE ミニアプリのパートナー制度というのができるようになったというところですね。はい。で、利便性向上というところでは、ホームタブという動線、アクセス動線の強化という面では、ホームタブにもともとあったのに加えて、まあ、あの iPhone のシリーズさんですね、こちらの方のレコメンドにも出るようになったというところですね。はい。まあ、動線が強力になりましたよ。はい。ローカルメディアというのはまだちょっと詳細は分かってないんですが、ミニアプリの小窓、サブウィンドウみたいなのを作れるみたいな話だったかと思います。で、あともう一つ、ミニマイズっていう、トーク画面の中にちょこっと座っておられる、まあ、ミニアプリをちょっと控えておいて、友達と、まあ、トークして、またミニアプリに戻るみたいな動線が作れる。機能ですね。なってて、じゃあ実際どんな風に動くのっていうのを動画撮ってみたので、見てみてください。これマトカの、店舗一覧ですが、これをグリグリっと下に下ろすと、ここに、はい、なんか戻ってきて、で、それを再びタップすると、
トーク画面の方からミニアプリの方に戻るというような感じですね。はい。な感じで、ちょっとミニアプリを使って、それを対比しつつ、メッセージしてまた戻るみたいな使い方ができるという仕組みになっています。はい。あとは事前審査の撤廃ですね。で、もともとはこんだけステップがあったんですね。エントリー窓口に応募して、事前審査のなんか企画書のテンプレートとかいただいて、企画書を、LINE さんに審査してもらって、ようやくチャンネルが作れるようになって、で、開発して、リリースするぞと思ったら、リリース審査があって、ミニアプリリリースみたいな、こういうステップだったんですけど、6月1日ですね、こちらの方から、事前審査っていうのがなくなりました。企画審査とかっていうのがなくなったんですね。で、もう誰でも開発、ミニアプリチャンネルを作って開発できるようになっているという感じですね。で、まあ、リリース審査自体はあるので、最後、パブリックになるときですね。こちらの方は審査がありますよということなので、まあ、何でも作れるわけではないっていうところは、ちょっと、公開、何でも公開できるわけではないっていうところは留意いただければなと思います。ただ、開発環境としてはいつでも使えるので、まあ、クローズドな開発をやっておくっていうのはできると思います。はい。な感じですね。で、あと、LINE ミニアプリパートナー制度っていうのができまして、今までビジネスパートナープログラムっていうところには、セールスパートナー、どちらかというと公式アカウント関係の、パートナーさんが、ビッグネーム揃ってるんですよ。そちらの方が出てたんですけど、ミニアプリ関係のセールスパートナーとテクノロジーパートナーっていうのが追加されましたというところですね。で、当社の方もそちらの方にですね、選んでいただきまして、パッケージですね、あとか予防の方の、実績を認めていただきまして、まあ、めでたくテクノロジーパートナー認定いただきましたというところです。はい。で、そんな我々なんですが、仲間を募集しておりまして、人手がとても足りません。はい。ぜひですね、今、採用活動してますので、こちらの QR の方から、ぜひ、応募していただければなと思います。さっき、兵頭さんのパートで技術スタックっていうのが出てきたところにも、ちょっと似てる部分もありますが、ちょっと NEXT は使ってないんですが、この辺もですね、使っていければなと思ってます。はい。ネストは最高です。はい。ですね。こんな感じです。で、最後にまとめですね。LINE ミニアプリとは何ですかっていう話で、まあ、LINE フロントエンドフレームワーク、リフの上で実行されるウェブアプリですよっていうことで、まあ、LINE のユーザーさんですね。LINE アプリのユーザーさん。MAU が、9200万。すごいですね。もうどんどん増えてますね。に、インストール不要で、まあ、使ってもらえるプラットフォーム。の上で動いているということですね。で、リフアプリの独自の機能に加えて独自の機能ですね。便利機能が使えるようになってますよと。特にサービスメッセージ、ボットリンクっていうのは強力じゃないかなと思います。で、リフはやっぱりいろいろと進化していますし、新しい機能とか、まあ、これからもなんかフロント関係のやつとかなんかありそうな、お話も以前のDC のイベントでされていましたので、その辺も期待したいなと思っています。ただ、まあ、リリースには審査が必要なので、まあ、この辺ですね、事前審査は撤廃されたので、まあ、自由に開発はできるようにはなったというところですね。はい。さっきの開発環境のところに話もありましたが、審査前のアプリを使うには、開発者登録したアカウントですね、への権限付与がいりますよ、お話です。なんですけど、もうすごい自由に使えるようになりましたので、皆さんですね、サービスを考えつつ、ミニアプリってどんなもんなんかなっていうところをですね、いろいろ開発してみてはいかがでしょうかというところで、私のお話は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。